東北大学の渡辺と言います。引き続き渡辺です。よろしくお願いいたします。高周波加熱 CVD 装置によるエピポリシリコンとエピポリシリコンの性膜ということで発表させていただきます。よろしくお願いいたします。あら、それでは、東北大学の、西澤純一記念研究センターというところで研究開発をさせていただいておりますけども、概要は図に示した通り、模式図に示した通り、クリーンルームがだいたい1800平米程度と、あと3階が1000平米、実験室と合わせておおむね9000平米の建物を使用させていただいております。主にナノテクプラットフォーム等で使っておりますスーパークリーンルームを有するクリーンルームは、図に示したような配置図になります。ホームページの方にも記載されておりますので、ぜひご覧いただければと思います。これが開始から現在に至るまでの当施設の利用者数の変異ということになりますが、おかげさまで最近は1200件前後のご利用の人が来ていただいております。それで今回発表させていただきます高周波誘導加熱 CVD 装置に関して、左側の方の写真が全体像、正面写真になります。でここの方装置の中で使用するガスを外に排出するために燃焼除外装置というものを使用して、それで燃焼させた上で一旦一時水処理、小さいスクラバーを通して、さらに外にあります大型スクラバーを通して、無害化して排出するというシステムになります。高周波加熱に関しましては、東方で利用しておる機械の型式がパンケーキ型といいまして、図に示した上のようなカーボンサセプターを回転させて、そこに下の写真の渦巻き状のコイル、これがアンテナになるんですけども、数メガヘルツの高周波をかけて、それで高周波電流をカーボンサセプターの方に流すような形で、最高1100度ぐらいまで上げられる装置になります。で、このチャンバーの容積が大体200数十リットルぐらいの容量がありまして、中を一旦真空引きした上で水素に入れ替えて、そこに反応性のガス、シラン、モノシラン、あとはフォスフィン、ジボラン、クロール系ではジクロールシランというものを導入して熱反応を起こさせます。これが成長中の写真と、その成長後の写真、成長前の写真、成長後のエピポリを行った後の6インチのウェーハーの表面状態ですね。右の方は4インチ、1回に8枚入るんですけども、それの成長前の写真で、上がエピポリシリコンを行っている時のおおむね1000度、ちょっと1030度ぐらいの温度の状態の写真になります。これが横型炉でありまして、シリコンの単結晶成長を行った際の写真になります。次に、これが縦型炉を作った時の事例でして、この場合石英チューブの外にワーキングコイルがありますので、十分に真空に引いて CVD ができるということになります。それで、高周波誘導加熱のメリットとデメリットという話ですけども、メリットとしては、非加熱物の内部全体が一様に発熱するので、おおむね均一な加熱が可能となります。特に熱の伝わりにくい物質は
外部加熱では外部と内部を均一にすることが難しいのですけども、誘導加熱の方はそれがなく適しているという話になります。温度上昇がまた早く、その速度を供給する電力によって調整しやすい、非加熱物が何種類かの物質の複合体である場合、そのうちの損失係数の高い、高いもの、物質だけを選択的に加熱できるということもあります。あとは燃焼による加熱ではないので、真空減圧、加圧の下で加熱ができます。ただ残念なんですけども、透視設のパンケーキ型 の, チャンバーはちょっと放電が起こりまして、減圧がちょっと今上げできないということになっております。あとは非加熱物だけを水から発熱するのでエネルギー効率が高い。また断熱材を使用しないのでホコリなどが出にくく、クリーンルーム内の使用に適しているということがメリットになります。デメリットといたしましては、設備投資が、初期投資が非常に高くつくということと、均一加熱を行うには、非加熱物の中の電解を一様にしなくてはいけないため、あまり複雑な形のものは均一加熱することが難しいということになります。また、ランウェイ効果や単面効果により、望まない局部加熱が起こる可能性があるということと、非加熱物の中に金属が含まれていると放電が起こる場合があると、あとは電磁波漏れの恐れがある。また側温に至ってはパイロメーター等の側温の誤差が熱伝追側温より大きい場合があるということで、絶対温度の側温が難しいということになります。また当施設 の, 装置の使用ですけども、先ほど言ったように減圧状態でちょっと今 CVD できないので、常圧で使用させていただいております。ソースガスはモノシラン、あとはジクロルシラン、ドーピングガスとしてフォスフィン、ジボラン、キャリアガスはピュア N2 ということになります。それでポリシリコン CVD の温度が650度から800度の間で条件を出しております。エピタキサル成長に至っては1000度から1050度の間で行っております。4インチ1回に8枚、6インチ1回に4枚入れることができます。ポリシリコン CVD の概念図になりますけども、熱せられたモノシラン、あるいはジクロルシランの場合もそうなんですけども、ウェハーの近傍で熱分解を起こして、それがシリコン の, 試料の表面に降り注ぐと。そうするとグレーンというものができて、そのグレーンの中はおおむね単結晶なんですけども、横に成長するとその横から成長してきたグレーンと衝突して、それ以上成長できなくなって上の方に成長するんですが、さらにその上にも形成してきて、じゃがいものようなものがその辺中に堆積していくというようなものになります。だいたい1000オングストロームから2000オングストロームの間のグレーンになることが多いようです。それでポリシリコン CVD を行った後の試料を段差計で反りの状態、ストレスを測った場合に、おおむね当施設で CVD した場合には圧縮圧力になりまして、グラフのように山形の形になります。で下の方の写真はそれを裏返しにしてみると、その周辺の方が浮いてしまって隙間ができるというぐらいまで反ってしまいます。特にポリシリコンは大きく反りができます。でこれがN 型リンドープのポリシリコンの場合のデータになりますが、CVD 温度800度でモノシランとフォスフィンを反応させて堆積させたものです。ユニフォミティは見て分かる通り、ガスの上流から下流にかけて少し上がり気味のユニフォミティになります。ストレスは280メガパスカルということで大きい圧縮圧力になります。
これがP 型 の, ボロンを導入した場合の、データになりますけども、写真はリンの方と ほぼ変わりませんので割愛させていただいておりますが、圧縮圧力がおおむね40程度とリンに比べて非常に小さいものになります。これはボロン の, 原子の大きさがリンに比べると極端に小さいということで影響が少ないんだろうと思われます。それでリンドープポリシリコンの場合のデータをちょっと上げさせていただきますが、キャリアの水素、それとソースガス、ドーピングガスのフォスフィンを一定にいたしまして、それで温度を振った場合に通常800度でこちらの方は CVD をする場合が多いのですけども、その温度を下げていった場合にどういうふうになるかというグラフになります。温度が低いほどグロスレートが下がるということのグラフです。次に抵抗率の変化になります。同じように、先ほどの条件と同じように水素キャリア、モノシラン、フォスフィンを固定している状態で測定すると、650度から800度にかけて抵抗率が下がっていくようなグラフになります。これをキャリア密度に換算いたしますと、だいたい 6から5×10の18乗から800度の 1.1×10 の19乗ぐらいまで変化するというような形になります。またストレスの方の測定に至っては、800度の条件はだいたい200メガパスカルぐらいのストレスになりますけれども、それが温度が下がっていくにつれて大きくなって650度に至ってはもう1200を超えるぐらいのストレスとなります。次、エピポリシリコンのお話です。エピポリシリコンの方はシード層として、ポリシリコンをだいたい1000オングストロムから2000オングストロムぐらい表面に付着させた後に、その後温度を変更して高くした上で、その上に単結晶のシリコンを生やすと柱状に上の方に結晶成長していくという概念になります。写真の方はこのような形で上の方に筋が伸びているようになっているのがよくわかるかと思います。また当装置のパンケーキ型の装置の特徴として、そのノズルの部分ですね、これが最上流になりますけども、石英製のノズルからその下流側に至っていくそのガスの流れに沿ってユニフォミティがガスノズルのガラスの石英製のノズルの高さを5ミリずつ変えただけでもこのぐらい条件が変わっていくという事例になります。教科書等にも書いてあるんですけども、パンケーキ型の装置はその都度条件を探すことというようなことが書いてありまして、ガス種やドーピングガスなどを変更した際にはその都度条件を探すような形になります。必ず同じようにはならないということになります。でこちらの方がエピポリシリコンの方のデータ N 型です。リンをドープした際のものです。やはりノズルの上流の方から下流の方にかけて上がっていくようなグラフになります。ストレスの方はだいたい60プラスぐらいのメガパスカルぐらいの、ストレス圧縮応力になります。こちらの方が P 型の、場合でありまして、だいたいウェハー4インチウェハーの中では一様なユニフォミティが得られるというデータになります。ストレスの方はやはり P 型に比べて少ない、だいたい24メガパスカルぐらいになるようです。ノンドープの場合はP 型より若干ストレスの方は下がって
来るんですけども、ユニフォミティの方は同じ条件で CVD をした場合に下流域の方がユニフォミティが爆発が下がっていくような形になります。それでリンドープエピポリシリコンの応力の変化なんですけども、爆発が増えるほど圧縮応力の方が強くなっていくというグラフです。それでエピポリシリコン の特徴なんですけども、右の小さい写真と左の大きい写真はスケールを共通化させたものでして、左の大きい写真がおおむね32ミクロンぐらいの爆発のエピポリシリコンで、それで右の方はだいたい 8ミクロン、8.6 ミクロンぐらい、表面の粗さがこう違ってくるんですが、これは厚い方の方の柱状の結晶が上に対して少しずつ開くような特性を持っているようでして、厚ければ厚いほど表面の荒れが大きくなっていくというようなことになります。エピポリシリコンの後はCMP 等で平坦化してその後の工程に進むということが多いので、設計上そのCMP で削る分も加味して厚めに CVD をすることをお勧めいたします。まとめです。ドープドポリシリコン、温度は650度から800度、これパイロメーターで測温しております。N 型の抵抗率 0.002 オームセンチ台、キャリア密度としては 2.8 の10の19乗、P 型は 0.007 オームセンチ台、キャリア密度としては 1.29 の10の19乗。までドーピングが可能です。常圧ですけども、で応力が大きいので圧膜には向かないというのが一つの見方になります。エピポリシリコンは、CVD 温度1000度から1050度の間で行います。 N 型は 0.0012 台オームセンチ台、キャリア密度としては 5.5×10の19乗、 P 型は 0.002 オームセンチ台でキャリア密度は 5.39 の10の19乗までドーピングが可能です。応力が比較的小さいので圧膜形成に向きます。CVD 中は水素還元中で行いますので、下地にモス構造のようなごく薄い酸化膜等がある場合、ピンホールが開いてしまったり、あるいは酸化膜が還元されてなくなってしまう場合がありますので、設計上注意が必要です。今後機会があればなんとか減圧の方に減圧 CVD 側の方に径を改造した上で、サイドカバレージの改善や、さらに低抵抗なものが生成できればというようなことを考えております。前日の条件で応用可能なデバイス等のご利用をお待ちしております。ありがとうございました。